4期目ということで、14年間皆様と共に、わがままな私を支えてくださって、ここまで、県政を発展させてくださっていたしまして、改めて感謝の念を終わり次第でございます。県庁では仕事始め式が行われ、川勝知事がおよそ120人の幹部職員に訓示しました。日本のシンボルとして愛されている日本人のこの背高さを吸い付く形で愛されているその富士山を冠した富士の国にしていくという使命を持っていると言っていいのではないかというふうに思います。お互いにいいものを生かし合ってですね、富士の国を作っていきたいというふうに思っている次第でございます。そして午後1時、今年最初の記者会見を開きました。今年正月三が日、富士山が3日とも、すごく崇高で美しくて、改めて、富士の国づくり、これを追求していこうと、静岡県、この富士の国づくりが日本の理想、これを作り上げる、そういうフロンティアの地域になったという思いを非常に強くいたしました。2023年の県政運営のテーマを問われると、風水害への備えの強化と子どもの安全を守ることを挙げました。危機管理は何事にも優先するというのがこれまで通りでありますけれども、特に昨年は台風15号と、それから痛いけない子どもが車の中で亡くなるという事件に近いようなですね、悲惨なことがございまして、こうしたことを二度と起こさないということが大切で、それから今インフルエンザ並びにコロナ、これがまだ収束しません。私どもは防災先進県ということで自他ともに認められてきましたけれども、防疫先進県と、疫病から県民を守る防疫先進県というふうに言われるようなですね、体制をしっかり整えていきたいというふうに思っております。またリニア問題をめぐっては、 JR 東海が提案した田代ダムの取水抑制案について、検討の余地があるとしてポイントの一つになるとの認識を示しました。差し当たって今検討しなくちゃならない、この喫緊のテーマは取水抑制案が本当に現実性があるのかということですね。これはJR 東海さんが言い出しっぺですから、それはきちっと説明責任を果たせる、義務があると。しかしながら生態系の問題がございます。盛り土の問題がございます。水質の問題があります。そうした事柄もですね、同じくらいに重要であるというふうに思っております。富士山が今年の6月22日で登録10周年を迎えると、この富士山とですね、赤石山脈、南アルプスのことですが、これはですね、静岡県にとって言ってみれば両親みたいなものですね。例え良くないかもしれませんが、県民はそこの子供みたいなものだという気持ちがあります。両親に対してですね、傷をつけるというようなことはですね、本当にやむを得ない場合を除けばですね、現に慎まなくならないと、親孝行しなくてはならんということであります。そういうつもりでですね、私としては臨んでまいりたいと。快晴に恵まれた今年の元日、静岡市葵区の浅間神社にはご覧のように大勢の方が初詣に訪れています。多くの人でにぎわう境内、今年の正月三が日、静岡浅間神社にはおよそ38万人が参拝に訪れました。大学に受かれるように頑張りたいと思います。大学生活を楽しみたいです。ステップアップをぴょんとぴょんとぴょんとかわいいしたいです。晴れやかな気持ちで、また今年も頑張るぞって、家族も大きくなってきて、これからいろいろ遊べるので、そういう1年にしていきたいと思います。今年どんな1年にしたい？4になるんだよ。4歳になるね。飛行機に乗りたいって言ってるので、新幹線と飛行機乗り物が大好きで、息子が
なので何か乗り物に乗って出かけられるところに行けたらなと思ってます。とりあえず仕事を頑張って、健康でみんないられるように頑張ります。家族のただただ健康ともう笑顔で過ごせたらいいかなって、それだけを願ってます。はい、はい。